はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、あちらにずらっと段ボールが並んでると思うんですけれども、毎シーズン結構恒例になってきているグレールで春服を5万円分購入しました。久しぶりにグレール見てて気になるものを合計5万円分もゲットいたしましたので、そちらを紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それでは紹介していきます。まず1点目、こちらでございます。今着てるゼブラのニットですね。春には分厚いかなっていう風に感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、すごく分厚めなニットっていうわけではないので、全然春とかだったら逆にこれ1枚でいけるかなっていう風に思います。私アニマル柄がすごく好きなので、この柄めちゃくちゃタイプです。超可愛いです。これ袖もこんな感じでゆったりとしていて、ボリュームがあって生地もちょっともちもちした感じで、とっても着心地がいいです。丈は若干短めかな。ハイウエストのボトムスとかと合わせるのがいいと思います。これがなんと2399円でした。続いてが、今これちょっと中に着てしまっているんですけれども、ロンティーを購入しました。毎回私白の T シャツとかロンティーとかグレールで買ってるんですけど、単体でも着れるし、いろんな着方ができるので、結構私はグレールでシンプルなトップスも買うことが多いですね。今着てるのがちょっと後ろにデザインがあってタグがついてるんですよね。だからちょっと普通の白 T とは違うんですけど、こういう感じでね、重ね着もできるし、これ1枚で着ても可愛いし、こちらも買ってよかったなって思います。普通の T シャツよりは若干長めになっております。こちらが999円でした。続きまして、じゃーん、こちらでございます。チェック柄のブラウスで、結構生地軽めなので春とかすごくぴったりだと思います。一応表記はベージュなんですけど、オフホワイトぐらいの感じのベースにブラウンの線と赤ピンクぐらいのラインが入ってて、とっても可愛らしいトップスですね。袖にたっぷりボリュームはあって、だけどこのウエストの部分はギュッと絞ってあるので、ウエストは細く見えたりとか、肩を隠してスクエアネックみたいな感じにして着ることもできるし、肩を落としてオフショルみたいな感じでも着れるので、とっても着回しができそうだなって思います。春とかデニムとか白いボトムスとかに合わせて爽やかに着たいですね。こちらが1299円でございます。続いてがじゃーん、こちら、さっきのブラウスと若干形が似てるかな。これはワイシャツみたいな感じになっています。こういうリブのゴムっぽい感じのウエストになっていて、これもなんか珍しい感じの形で可愛いなと思って買ってみました。しかもこれ袖にはね、裏地がついてました。結構袖もしっかりとしてましたね。ボリューム袖なのですごくトレンド感もあって可愛かったです。これが2299円でございます。お次がじゃん、こちらでございます。ちょっとハイネックになってはいるんですけど、生地がね結構薄めというか分厚くなくて、とっても柔らかい生地で、春でも全然着れるなって思います。私は結構イエロー注目されているので、イエローのトップス買ってみました。でもそんなにパキッとしたイエローではないので、すごく着やすいと思います。でこれはですね、色違いも買ってて、イエローとブラックを購入しました。やっぱりブラックは無難に使えるので、これもまあ一つ持っておいても着回しができるんじゃないかなと思います。こちらが899円でございます。続きましてじゃん、こちらになります。ちょっと分厚めなカットトソーみたいな感じで、これも素材がすごく柔らかくってケロンとした感じのトップスになっているんですけど、襟元の部分だったりとか袖のところとか裾のところとかがダメージが入ってたりとかして、シンプルだけどデザイン性があって、袖も結構長めになっていて広がっていく袖になっているので、ダラーンとした感じで、そこもまた可愛いなって思います。これがチャコールなんですけど、黒でもないしグレーでもないし、可愛いからね、とても気に入ってます。こちらが999円でした。お安いですね。続きましてじゃん、こちらになります。ちょっと分厚めなニットなんですけれども、ハイネックになっていて、このニット素材がすごく良かったです。やっぱりお安いニットとかだとちょっとチクチクしちゃったりとかっていうのが気になると思うんですけど、めちゃくちゃ柔らかくてもちもちな感じで、私はすごく好きな素材でした。細かいところのデザインもすごい可愛くて、首元だったりとか腕のラインとか裾の部分とか袖口とかがちょっと太めのリブになっていて、ここもとっても可愛いなって思いました。こちらが1699円でした。続きましてじゃん、こちらでございます。今回結構ねブラックのニットをたくさん買ってるんですけど、さっきのニットはハイネックだったんですけど、これはハイネックではないのと、首元がダメージが入ってるので、そこもおしゃれで可愛いです。結構今季はこういったダメージニットっていうのがすごく出てるなっていう印象があるんですけど、グレールでもたくさん種類がありました。後ろが可愛くてスリットが入ってるので、後ろから見た時もとってもおしゃれだし、あとここの真ん中にセンタープレスというかパイピン
ングが入ってるので、そこも可愛いなって思います。こちらのお値段が1799円でした。続きまして、なんこちら黒ニット攻めでいこうかな。これはフロントの部分が可愛くてチャイナモチーフになってるんですよ。チャイナモチーフもちょっと注目されてると思うんですけど、やっぱりこういうデザインが一つあるだけでシンプルすぎないしおしゃれさんに見えると思うので、こちら買ってみました。袖口はキュッとなっているので、またそこもねシルエットがとても可愛いです。こちらが1599円でございます。続きまして、じゃん、こちらセットのアイテムなんですけど、どっちもトップスでこういうニットのタンクトップを下に着て、上からめちゃくちゃ短めなショート丈のニット、これを重ねる感じで着るんですけど、結構この首元が開いてるので片方だけ肩を落としてみたいな感じで着たりもできるっていう、すごく可愛いトップスです。別々になってるのでこれ1枚でも着れるし、これ1枚でも着れるしっていう、セットならではの単体でも着れるっていうお得なアイテムですね。こちらの値段が1499円でございます。続きまして、じゃーん、こちらまたまたブラックのニットなんですが、これもね形が違うくて、これもでも裾とか袖口とか襟元とかダメージが入ってるんですけど、がっつり開いてる V のニットになります。これも中に白 T 着たりとかシャツ合わせたりとかして着たいなって思うんですけど、今季らしい感じのコーディネートもできると思うし、割と丈が長めなのですごくゆったり着れます。お尻も隠れるので体型カバーもできたりとか、細めのスッキリとしたシルエットのパンツとか合わせたら足も華奢に見えるかなっていう風に思います。色違いも購入しまして、じゃん、アイボリーを購入しました。アイボリーもね可愛いですよね。真っ白じゃないから白 T とかと合わせた時も色の違いがしっかり出るので重ね着もとってもしやすいです。こっちも可愛い。皆さんどっち派ですかこちらが1399円でございます。続きまして、じゃーん、こちらレザーのシャツを購入しました。カラーがアイボリーなんですけど、結構ベージュに近いかなって私は思います。レザーとかってなってくるとブラックが定番というか着やすいかなっていう風に思うんですけど、春にブラックちょっと重たいなって感じる方もいると思うので、そういう方はこういった明るめな感じのカラーとかだと春でもすごく使いやすいと思います。ちゃんと裏地もついてるし重みもあるので、すごくしっかりしたシャツジャケットです。後ろもラックが入ってたりとか、サイドもこうラウンドになってて、そこもすごくおしゃれだし、一応レザーのアイテムではあるのでキャミとか薄着なトップスとかにこれをパッて羽織るだけでもとっても可愛いかなと思います。こちらが2099円でした。続きまして、じゃじゃん、こちら意外とこういうブラックのチェックのセット私持ってなかったので、グレールにあると思って買ってみたんですけど、形が可愛くて後ろがしっかりと長さがあるので、アウトしてきた時もお尻が隠れたりとかゆったり着れて、こういうシャツは普通にトップスとしても着れたり羽織としても着れるし、肩に巻いても可愛いと思うし、本当にいろいろ着方があると思うのですごく万能に使えるかなと思います。こちらが1499円でございます。続きまして、じゃん、こちらでございます。これもねシャツなんですけど、結構長めのシャツ、これ1枚で全然着れるんですけど、こういうなんか落ち着いたブルーのシャツって一見これだけだとメンズっぽさがあるかなって思うんですけど、こういうアクセサリーとかともすごい相性が良くて、そういうアクセサリーとかつけると割と女性らしくというかカジュアルなマニッシュな感じのコーデでもいけるし、ちょっと大人っぽい感じのレディーライクなコーデでも着れるので着回しが効きます。素材は軽いので夏場とか肌寒いなっていう時とかでも全然使えそうなぐらいの時間になってます。こちらが1999円でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。多分皆さん気になってますよね。着用画像でずっと履いてるボトムス気になってますよね、きっと。これもねなんとグレールのものなんですよ。結構私グレールのこういうデニムパンツみたいなのが好きで、形も綺麗なのに破格なんですよね。とりあえずこんな値段で買っていいのっていうぐらいの破格なので、今回こちらの白っぽパンツをゲットしました。春すごく使えるので、春に向けて買い足しアイテムじゃないかなって思うんですけど、どうですかパンツのシルエットもとっても綺麗で、足がスラッとして見えるかなと思います。これ後ろにこういうブラッシャーって言って、こういう布の飾りみたいなのがついてるんですけど、これもねまたおしゃれですよね。そのままつけておきたい方はそのままつけてもいいと思うし、これ外したい方は外してもいいと思うんですけど、こんな手の込んだパンツはグレールで買えちゃうなんてっていう衝撃でした。これはで、これもう一色あるんですよ。じゃん、
これがモカっていうカラーなんですけど、めちゃくちゃ可愛い。いろんなブラウンがあると思うんですけど、その中でも私はすごく合わせやすいカラーだなっていう風に思いました。可愛い感じのコーデでも履けると思うし、かっこいい感じのコーデにも履けるようなカラーなので、これは皆さん買いですよちょっとなんかヴィンテージっぽいというか、若干こう部分で色あせたウォッシュ加工みたいなのもされていて、とってもおしゃれですよね。単色じゃないっていうのがすごく高見えするポイントかなっていう風に思います。これも後ろこういう感じでフラッシャーついてますね。気になるこちらのお値段がなんと1799円なんですよ。もうどうします、皆さん2000円いかないってどういう世界っていう感じなんですけど、いやでもこれは本当におすすめです。めちゃくちゃおすすめ商品。では続きまして、じゃじゃん、これもすごい可愛いです。似たような感じのデザインになってるんですけど、これは後ろがゴムになってるのでより着やすいというか、これもすごくハイウエストなのでスタイルもよく見えるし、イエローカラー今回買ってみたんですけど、さっきも言ってた通り今年の春はイエローカラーすごく注目されてるカラーなので、簡単にこうトレンドっぽい感じのコーデが作れると思います。挑戦的なカラーではあると思うので、こういうプチプラなブランドさんとかで購入するのもチャレンジしやすいかなと思います。こちらも2色購入しまして、じゃん、モカっていうカラーなんですけど、さっきのカラーよりはちょっと濃いめかな、色が結構はっきりとした感じのパンツになってます。さっきのはどっちかっていうとデニムパンツっていう感じだったんですけど、こっちはツイルパンツって言って、なんかよりきれいめというか、そういうコーデとかでも合わせやすいかなっていう風に思います。オフィスカジュアル的な感じでも履けるかなっていう風に私は思います。すごく大人っぽい落ち着いたカラーになってます。こちらがなんと1699円でございます。続きましてじゃじゃーん、こちらでございます。光沢感のある上品な生地なんですけど、マーメイドスカートになってます。足が綺麗に見えるスカートなんですけど、こういうスカートとかって丈感がすごく重要なのかなっていう風に思ってて、膝丈とかだと綺麗めな感じになりがちかなって思うんですけど、これも結構丈感が長めだったので綺麗すぎない感じ、普通にカジュアルな感じでも合わせやすいなって思います。これにロングブーツとか合わせたりしても可愛いですよね。後ろがちょっとゴムになってます。こちらももう一色あって、グリーンなんですけど、このグリーンがねまためちゃくちゃ綺麗なんですよ。くすんでる系のグリーンで、だけど明るめのくすみパステルみたいなになってるので、春にもすごくぴったりです。コーデのワンポイントとかにもなりそうなカラーになっております。このスカート総丈全部ではないんですけど、裏地もついてるので安心かなと思います。こちらのお値段が1799円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちら、私フレールで初めて部屋着というものを購入してみたんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。これ3点セットで、トップスがこういうカーディガンで、パンツがショートパンツですね、ニットのショートパンツ。これなんとポッケもついてるんですよ。ありがたい。意外と部屋にいる時もポッケって使いませんか？私結構使うんですよね。スマホをこう持ち歩くことが多いので、なんかそういう時とかにパッて入れれたりとかするとすごい楽だなって思うので、いいなっていう風に思いました。フベージュっていうカラーなんですけど、私はちょっと紫がかったグレーっていう感じのカラーに感じました。可愛らしい感じの方が着たら可愛らしくもなると思うんですけど、クール系な系統の方が着ても丸っていうか誰でも着れそうな感じのカラーでいいなって思いました。これが2799円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。これもねセットのアイテムで、このフレアパンツとちょっと長めのチュニックっぽい感じのトップスとウエストを絞るリボンがついてる3点セットのアイテムになります。大人っぽい感じのセットアップ、あんまり着なかったんですけど着てみるとすごく可愛いです。大人になったのかなこういう大人っぽい格好もねたまにはいいかなと思って買ってみました。もともとデザインが斜めになってるんですよ、首元が。でウエストを絞るリボンもついてるのでスタイルアップもできるし、トップスにはスリットが結構深めに入ってるので動きも出るし、後ろがこういう感じで長いので左右から見た時もすごくシルエットが綺麗だったりとか、ニット素材ではあるんですけどタオル素材っぽいっていうか感じのニットなので全然春でも着れちゃいます。こちらが2799円。続きまして、じゃん、こちら、最近結構こういう厚底のシューズ多いと思うんですけど、すごく今季らしい感じのアイテムだなと思って、しかも私最近ずっと白ソックス履いてるんですけど、やっぱ白ソックスにローファーっていう定番スタイルがやっぱり可愛いんですよね。海外っぽい感じのコーデができるかなって思います。可愛らしいけどブラックなので引き締まるアイテムになっております。こちらが1999円です。続きまして、じゃん、こちらでございます。これもずっと流行ってる膝下のブーツに
になっております。ヒールも結構高めで、つま先の部分がスクエアトゥーになってて、1つ持っておくとすごく使えるアイテムだと思うので、パンツをインしても可愛いし、ミニ丈のボトムスとかミニ丈のワンピースとかに合わせてももちろん可愛いし、春も引き続き使えるんじゃないかなと思います。こちらが2899円でございます。続きまして、じゃん、こちらスニーカーをゲットいたしました。めちゃくちゃ軽いです。履き心地もよくって、ソールの部分がデザインが可愛くて、結構足元にボリュームが出るので足も華奢に見えたりとかするし、アクセントにもなると思うし、ホワイトのスニーカーはマジで使えるので、いろんな形いろんな種類持っておいてもいいのかなと思い買いました。足のサイズが25センチなんですけど、これが 24.5 までしかなくって、どうかなと思いつつ買ってみたんですけど、足を入れる部分が広くなってるので、そこであんまり窮屈さを感じないのかなっていうのも思ったんですけど、私そんなに横幅がない足の形をしてるので私は平気でした。こちらのお値段が1599円でございます。お次でラストかな。ラストがじゃん、こちらでございます。これもクリアな感じのデザインで、ダットスニーカー、ごつめなスニーカーなので、これも足が華奢に見えるかなと思います。これも 24.5 までしかなくて 24.5 にしたんですけど、ちょっとこっちのスニーカーよりもきつく感じました。なので 25cm 普段履いてる方はもしかしたら窮屈に感じちゃうかもしれないので、そこはちょっと気をつけた方がいいかなっていうふうに思うんですけど、オールブラックのスニーカーって私あんまり持ってなかったので欲しいなと思ってて、グレイルでゲットしました。こちらが2899円でございます。はい、というわけでこのような感じで今回購入したものは以上でございます。私の計算が間違っていなければ合計が 5372 円でございます。こんだけ買って5万円、すごいですよね。着用はどんな感じかなっていうのを話したと思うんですけど、今回購入した購入品でコーディネート組んでインスタのリールとかにあげようかなっていうふうにも考えているので、よかったらぜひそちらも見てみてください。はい、ということで今回はこんな感じでグレールで主に春服を5万円分ゲットいたしました。ぜひぜひ参考にしていただけたらと思います。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。